テーマ教育、最後は日本の子どもたちが幸せと感じていない問題。10人の経営者たちが子どもたちが幸せになるための提言を送る。親がまず幸せになんなきゃいけない、ね、大人が幸せになんなきゃいけないっていうのはね、まず大前提としてある。自分を他人と比べるんじゃなくて、自分が得意なところってなんだろうっていう向き合うことが、まあ、幸せにつながるのかなと。やっぱ大人が夢を語る、大人になったら不幸になるんじゃなくてめっちゃ楽しいと。僕たちはストレスを感じて幸せと乖離していくっていう悲しい物語があるの。そこを教育でどうやってリカバリーしていくかっていうことが、皆さんと同じ使命、私たちの使命なんじゃないかなっていう。素晴らしい4月期まとめていただきまして、どんな提言が語られるのか。